電車乗ったらめっちゃ全力で踊ってる人がいましたよ、電車の中で。それを見て見ぬふりを全員がしてるのがすごい状況だなと思って、まあ、あるじゃないですか、たまにそういう時。全力で踊ってるけどイヤホンしてて、多分自分では音楽聞こえてる感じなんですけど、もうマジ無音で踊ってるんですよ。まあ多分なんだろう、いやもうステップもうめちゃめちゃ、イメージで言うと鏡みたいな感じです。本当にあのぐらいの。どうしたんだろうと思って、多分なんか嫌なことあったんでしょうね。テンション来てるぞ。うん、もうこれは当たるんだろうな。おあそう、チェリーが良かったな。いい感じよ。絶対チャンスゾーンは入るから当たってしまう前にチェリーを引く。チャンスゾーンはチャンスではないっていうのがちょっと分かってきてしまったんで。チェリー、お前たち、割と分かるぞ、まだ。確定してるんですが、まあ、せめてラッシュの当たり AT 当たりまでは上げたいな、まあ、本音を言えばフリーズまで行きたい、行けます。ハッピーダウントダウンカーリーね、まあ、ここは必ずクリアできる。よし、リプレイかチャンス名だと、チャンス役、リプレイかチャンス役だと必ずクリアです。3、うん、1番役、ゲット AT 当選はでは確定です。次はエピソードボーナス取りに行きましょう。ああ一枚役、そしてこれはちょっとさすがに厳しいかな。あはい、22% ぐらいあったんですけどダメでした。がしかしエンブレースラッシュ、まあ最初のウランスタ投下ゾーンですね、まで行けたので、やっとようやく投資3万円で AT 突入でございます。お待たせいたしました。長かった。頑張ります。ここで結構何ゲーム乗せれるかめちゃめちゃ大事です。青弱いんですよね。やれないと全部20ゲームなんで。弱いぞ、ダメだ。お、でもボタン出てる。
80ゲームじゃないだけいっぱい、最低80ゲームなんですけど、まあ、この100ゲームの中でまたバトルして戦って仲間増やしてどんどん上乗せを頑張っていく感じです。なんですけど、増えていけば増えていくほど勝ちやすくなって、全員溜まったらもうハーレム状態になるんで、もうそこからのバトル勝利で当たりはもう全部上乗せ特化ゾーンに剥がれて、そうなると感想が結構見えてくる仕様になってます。だから最初がきついんですよね、やっぱ前だけでも。お、起動した。してるみたいで、すごいでかいフィギュアがある。すごいアニメの台本もある。ガチコラボしている。まあアニスロアニメ推しのお店なんで、どう見てもね。今日はエラブダイ間違えたかな、どうしよう。リゼロ行きますか、リゼロっちゃいますか。はい、最後に、最後にじゃないかもしれないですけど、一発逆転を目指してリゼロです。64ゲームから725ポイントあるんで、まあ、そのぐらいですかね、いいところ。前回は天井まで行っております。天井行って
白ゲー負けという感じです。いいかな、黄色普通です、いつも通りです。ショコかさあ、ちょっと待って、足りない、レア役お、よしよし、いた、分かった、線来ました、あー、ドキドキした、539ゲームです。 B でよかった、で追加投資は入れてるんですけど、なんかめちゃベルとか引いてて50枚とちょろっと余ってるんで、今実質そんなに追加は入れてない状態になってます。一応3万1000円投資、よし、まずは青、はい、白だよね、青、結構頑張る、55本、スバル君を丸ごと信じていますから、やっぱでもいいですよ、もう負けは嫌だな、乗り換え、あります。何個乗っけられるかだな、上乗せ全然できないんだよ私、中で よし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 、ドキドキチャージ、おお、いいよいいよ、すごい乗せるやん、すごい、おお、やった、31ゲーム、はい、おお、狙ってくる、近く、やった、お客様と興奮しているみたいです、ふう、30頑張るね、100いきましたね、これで、
まあ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 、3桁いったんで。96ゲームのせで。うわかー、レインボーだー、嬉しい。全然最近このカットイン揃えられなかったんですよ。ですからね。ああ、なんだ。でしないの？しないの？なんで？チャンス目。終了。127ゲーム、1109枚です。400枚ぐらいおそらく足りないかなと思うんですけど、あ、しっかりコンビニ来ますね。偶数です。あー、リゼロはもうちょっと時間的にも厳しいのでここは攻めれないかなと思うんですけど、あと400枚、350枚、いや分からんな。なるほど。あ、意外と全然ちょっとでいいです。じゃマジですぐビッグ当てればジャグラーで終わりました。あー悔しい。あー、いや、そんなわけはない、そんなわけはないです。あの、そこまで私バカじゃないですよ、さすがに。954枚回収です。マイナス。お疲れ様です。実戦終了です。拍手。うん、対魔導学園が本当もう1回っていうか、1、2回当たっててもよかったんですけど、ね、チャンスゾーンの入りはめちゃめちゃ良かったんですよ。なんか告白も大体断られるし、まあでもね、リゼロでよくあそこまで取り戻しましたよね。総投資がですね3万1000円で、回収が954枚ですね。はい、ですのでマイナス472枚。よく当たりましたよリゼロが。でよく1000枚超えましたよね。よかった本当にね。危ない危ない、決勝で済みました。帰りましょう。もうお疲れ様です。あるんですね、あるんですね、ありますよね。汚ねえな携帯。なんだっけ、いやちょっと待ってください、ちょっと待って。ちょっと待って。なんだっけこれか、なんかあります。まあこれは今日ほらね、35試験招待打つから、まあ、ちょっと見たところとかあって、そう、まどかの誕生日、まどかの誕生日は知ってるんですけど、なんか他のなんか誕生日とかあんのかなみたいな、まどかすげえ埋まったしみたいな。恥ずかしい。ちょっと調べたぐらいにして、注文受付なんだろうな。ああ、あのワンちゃんのあのペットのあのラグを新しくしたくて、安いの2000円です。2000円のやつ買いました。あとパーティードレス調べてますね。なんかグラビアをまた撮ったりするんで、はい、そういうので用意しなきゃいけなくて、めっちゃパーティードレス調べてる。え、パーティードレスやばくないですか。パーティードレス。言ってる。あ、通販は、あ、多分ね、カニを買いました。カニを買いました。これはあのテレビショッピングのやつを、いや、いつも違うの、聞いて聞いて、いつもあのカニ見てて、うわー美味しそうって思って買いたいなって思うんですけど、なかなか家でそっかやれる時間あんまないなとか思って、でも年末年始時間あるじゃないですか。で家で新年会とかをやったりするので、まあ、ちょっとね外とかね行きにくいし、だからじゃあみんなでカニをカニ鍋でもしようと思って頼みました。うん、楽しみ、これから届く。あとピザめっちゃ見てますね。あ、固定電話の保留ボタンについてめちゃめちゃ
いや違う、なんか哺乳ボタンのことってなんて言ってたっけみたいな話になって、哺乳ボタンってなんて言ってましたですよね。私もそれって哺乳ボタンじゃないみたいな話からでもね、なんか違う言い方があったんだよみたいな感じになって、ですごいそれを違う言い方を調べてました、うん、結局わからなかったです。だいたいスロットのこと調べてますね。スロットかペットかコスプレかかカニ かこんな残るんですね、知らなかったです、携帯使いこなしてない人間なんで、まあでもよかった、なんか変なの出てこなくて失礼しました、はい、まあまた次回頑張らせていただきます。2021年も、まだ感謝で無茶ぶり続くと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします、ということで本日はお疲れ様でした、ありがとうございました。